誰このお題にしたの無理だろこれ。無理じゃない。出したお題。余計な顔しマジマジじゃないの。正直わからんかった。悲しかったな。じゃあこのままね最後締めに入ろうと思うんですけど、なんか告知ある人。はい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 、静まれ静まれ、聞き方が悪かった。はい、じゃあね順番にクックちゃんとクララちゃんから告知お願いします。やだ、はい、やだ私たち王のクックと王のクララは12月31日午後6時15分から放送される紅白歌合戦に出場させていただきます。バーチャル、バーチャルがついてないの。バーチャルでなく本家本物の歌合戦の方です。クララ会場行きまーす。よろしくお願いします。ふー、でしかもね初出演でね大トリを務めさせていただきます。曲も一緒に今日発表されました。聞きたいか、聞きたい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 、あの炭鉱節です。炭鉱節、ずっきょーでっとでっともともとはね私たちが上げた炭鉱節の歌ってみた動画が今年の10月に100億回再生を突破しまして、めっちゃ好きや、めっちゃ元気出るよね。中毒になるっていうかさ、なんかね多分ね100億再生のうち10億くらいは私が聞いてる。あー50億くらいは私聞いてんじゃん。私たちは本当に3年前まではただ歌うことと民謡が大好きなだけの何でもない存在でした。でもちょっとファンの皆さんの温かい応援や大野組の力、大野組組長、さて若頭、若中、他下部組織の皆さんのおかげでここまで来ることができました。私たち本当に幸せです。年明けからワールドツアーも始まります。それぞれの土地で皆さんと会えるのが本当に楽しみです。そしてね、歌合戦当日は真冬だけど日本全国を盆踊り会場にしてみせますので、お祭りをねよろしくお願いします。いやー頑張ります。すごい、すごい、羽ばたきます。なんかそれに比べて、いやいや、まあ、私たちなんてね、なんかこうパン粉節と比べたらね、ちっぽけでも世界なんてとてもとてもね世界の女が何か言うてますが、世界の女、私のことですか。いやいや、すみません。次は翔ちゃん、告知お願いします。お願いします。はい、12月27日の午後8時から私町田商店が CEO を務めております。町田エレクトロニクスの新商品お披露目配信があります。イエーイ。本当はね、町田エレクトロニクスの株価が、まあ、10万になるまではお披露目できませんって耐久配信やろうかな。いや、顧問弁護士にダメだよって言われた。全世界のガジェットファン困惑しちゃうから。はい、すいません。今回ね、全世界同時配信ということで、11カ国語の字幕がつきますので、ぜひあのね、はい、よろしくお願いします。絶対見る。それタブレット持ってるよ。でも、今も使ってるよ。コメント読むのに。あー、ありがとう。町田タブレットはプロ、ミニ、フィットシリーズ合わせて、全世界1000万台を出荷しておりますが、まだね、サーフェスにも iPad にも勝てていません。引き続きシェアナンバーワンを目指していきますので、よろしくお願いいたします。いやー、ほんとすごいよね。まさかあの、ポンコツ翔ちゃんがね、時価総額2000万ドル企業の CEO になっちゃうなんて。最初、だって、ロゴ入りの USB メモリなんか作ってるなって思った。ほんとに、ただのノリで作ったんだけど、なんかそれがいつの間に、ククちゃんやね、クララちゃんと一緒で、私もほんとに VTuber 始めた頃は、まあ、こんなことになるだって本当に思ってなくて、これも皆さんの応援と初期投資におけるスパチャのおかげです。本当に夢のようです。どうか今後ともよろしくお願いいたします。いやー、素晴らしい。でもなんか、まあ、青の姉妹が歌合戦で翔ちゃんが CEO それに比べて私なんて、いやー、そうだね、歌合戦がでかすぎたかな。いやー、本当に、ね、FPS でね、愛しのね、あの人と行っちゃったのくらいじゃん。ちょっと言い方ジョーね、愛しのジョーとね、あんなことや、ちょっとやめてください、あの言い方。本当にマジでやめとけ。国際問題になるから。ジョー見てるか。やめろ。ではね、最後にもみじちゃん告知お願いします。はい、12月29日日本時間お昼12時から、私さすがもみじと FPSEU 所属のイチさん、そして現アメリカ大統領ジョージバイセンさんとランクマ配信を行います。イエーイ。ちょ、やめとけ、やめとけ、やめろやめろ。
だってやばいよね。思わないよね。アメリカ大統領とコラボ配信って。しかも今回さ、大統領自らのラブコールがありまして。玉残しじゃん。玉残しじゃない。この配信で得た収益は国連を通じて、アフリカの疫病対策のために全額が寄付されます。プラットフォームさんの協賛で手数料も寄付されることになっていますので、ぜひ、フルスロットルのスパチャをお願いできましたら幸いです。はい、赤スパチャです。待って、さらにいらっしゃる。待って。レジデントバイデンオフィシャル、スパナー付き。え大統領ってスパナー付きなの？何し、本物？なんかコメント欄によくいる偽物じゃなくて。コメントの内容がガチだ。まあでもね、本当に FPS 続けてきてよかったなって思います。もう始めた時はね、下手くそだったけど、もういろんな大会出させていただいて、何度もチャンピオン経験して、でもそれも大好きだから続けてこれて頑張ってこうしてたくさんのご縁とチャンスいただけて、それを笑顔とか誰かを救うことに変えられて、もうめちゃくちゃ本当に幸せです。頑張るね。もうね、キズナアイさんから始まったこの VTuber 業界ね、その時は全然考えられなかったことがどんどん実現しちゃうなんて、本当 VTuber って夢